少し真面目な話をさせていただきたいと思います。私今25歳で YouTube 一本 YouTuber をお仕事としてやらせてもらっている。今までの私の経歴を簡単にお話しいたしますと、もともと声優目指してたんだけどもなれなくて、アナウンサー目指してたんだけどなれなくて、芸人になったんだけど売れなくて、なんだかんだで今 YouTuber になりましたっていう25歳。これからまだまだ YouTube 頑張っていきたいなと思うんですけれども、その反面やっぱりもうそろそろ考えなくちゃいけない時が来たんじゃないかなって思う時がある。最終的に何になりたいのか、どうしていきたいのかっていうお話をしたいと思います。もうアラサーなわけですし、いつまでもこのまま夢を見続けて YouTube だけで一生飯が食えるとも思っていないので、今すぐ YouTube をやめるとか絶対しないし、30までは YouTube 頑張ろうかなって今気長に思ってるけど、そろそろ YouTuber としてやるべきことを全て終えた時、その先の人生について考えた方がいいんじゃないかなと思って、最近マジで結構真剣に YouTuber をやめた後何になりたいかを考えている。私はまあもともと夢見がちな人間なので、まあせっかく何かをやるんだったら自分がやりたいことやりたいし、なりたかったものになりたい、やり残したことをやっていきたい。私が本当になりたいものってなんだろう、私は何がしたいんだろうってすごく真剣に考えた結果、やっと答えが出ました。最終的になりたいものは声優でもアナウンサーでも芸人でもなかった。私はなりたいアリエルになりたい。なりたい、なりたいよ、なりたいよ、アリエルになりたいよ。マーメイドになりたい。アリエルになる夢を叶えるためにまず何をしたらいいのか、マジで結構真剣に考えたんだけど、アリエルにあって私にないものが多すぎるし、アリエルが持っていて私が持っていないものも多すぎる。私がアリエルになるために最低限必要なものを一個ずつ整理していくことにするね。アリエルになるために必要なもの、その1、ヒレ。これはマジでアリエルになるために一番最初に身につけなきゃいけないものだなって思った。人魚になりたいわけだからね。あと下半身をとりあえず逆さにしないとアリエルには絶対なれないと思うので、ヒレをアマゾンで買います。ネットショッピング、アンダーザシー、購入完了でーす。アリエルになるために必要なもの、その2、海。ヒレはアマゾンで購入したんだけれども、ヒレだけあっても海がなきゃ泳げないから、とりあえず海に行こうと思う。で、まあ、どこの海に行こうかなって考えたんだけど、日本の海じゃ多分アリエルいないよね。とりあえず外国の海に行ったら、まだ少しでもアリエルっぽくなれる可能性が高まるんじゃないかなと思ったから、あ、そうだ、グアムに行こう。というわけで、6月中にグアムに行きます。今から、撮ります。グアム。HIS! アンダーザシー、なるために必要なもの、その3、海の愉快な仲間たち。アリエルってめちゃめちゃ友達多いじゃん。海の中にいる系のね、なんか海界隈ですごいなんか顔広いらしい。だから私もとりあえずグアムに行って、海に入った時に魚とかの友達作んないとアリエルと対等に戦えないから。違うわ、別に戦うんじゃないわ。アリエルになれないから魚たちと仲良くならなきゃいけないから、とりあえず名前とかちゃんと覚えとこうかな。アリエルとさ、一番仲いいやつってさ、フランダー。ふと思ったんだけどさ、フランダーってあいつ何魚なの？魚の種類何なんだろうね。普通に気になるから調べてみる。ちょっと待って、今結構ガチでびっくりしたんだけどさ、フランダー何の魚か調べたんだけどさ、まさかのさ、タイらしいよ。タイだって、え？タイなの？あとアリエルと仲いいのがあれだよね、セバスチャン。セバスチャンってエビだよね。カニだっけ？ちょっとわかんなくなっちゃった。一応調べるわ。ごめん、カニだった。セバスチャンカニだった。カニともとりあえず仲良くしないとアリエルになれないから、とりあえずハワイに行ったら、じゃあタイとカニとは絶対仲良くする。でも正直な話さ、タイとかカニとかは仲良くできると思う。美味しいし。でもさ、海ってさ、めっちゃ気持ち悪い虫多いじゃん。あの辺と仲良くするって言われたら普通に無理だわ。ほら、めちゃめちゃ気持ち悪いじゃん。めっちゃ気持ち悪いじゃん。よし、気持ち悪い虫をさ、見るとさ、おやつしちゃうの。厳しいな。あの感じの虫と仲良くしろって言われたら厳しいから、普通のアリエルは海の生物と平等に接するんだろうけど、私は結構友達選ぶタイプのアリエル。友達は絶対選んだ方がいい。アリエルになるために必要なもの、その4、エリック王子。あー、誰か私のエリック王子になってください。エリック王子に募集中です。どこにいるのかな、エリック王子はどこにいるのかな。あ、お客様の中にエリック王子はいらっしゃいませんか。エリックどこ、エリック、エリックどこ、エリック、さらチャンネル登録よろしくね。今月中に私、アリエルになるためにグアムに行ってきます。果たしてどのようなアリエルになれたのか、皆様、ご期待。語学留学ならぬ、人魚留学。